ナです。こちらが、あ、こんばんは、林田明夫です。さて本日より始まりました新番組林田明夫の陽明学入門は、陽明学研究家また作家でもある林田明夫先生より、生きていく上で必要なこと、またそれを実践していく方法論について、先生からいろいろとアドバイスいただく中で、難しくてよくわからない部分については恥ずかしがらずにどんどん質問してくださいねといった趣旨の番組です。また現在いじめられているという方がいらっしゃいましたら、一人で悩まずにぜひ林田先生に悩みを打ち明けてくださいね。本日のテーマは学校内でのいじめについて考えるです。前半は主に陽明学とは何ぞやというお話、後半でいじめについて話をしていきたいと思います。それでは60分間最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、はい、先生まだちょっと長いのがあるので少々お待ちくださいね。それではまずスタジオの機材説明です。この放送に使用している機器やソフトウェア類は全てどなたにもお手軽な値段で購入することができる民生機器やソフトウェア類を使用しており、多くの皆様がより気軽にネット放送を開始していただけるような、そんな環境についてのご提案も一つの研究課題としております。従いまして放送時の画面や音声に関し、お見苦しい点やお聞き苦しい部分もあるかと思いますが、ご容赦のほどよろしくお願い申し上げます。また BGM などに使用している音源は全てニコニコ動画のデータを使用しております。お、コメントが来てますね。先生、え、もう来ました、言いましたちゃんと、はい、わこつわこつありがとうございます、いい仕事してますねって褒められました。私かな、いや先生かな、このお姿はいい仕事してそうな、大体、うん、いつも言われます、いつも言われますか、はい、いやどこ行っても言われます。あ、そうなんですね。はい、あ、陽明学って聞いてますね。原稿いっぱい、そういっぱいなんです、もう活字だらけで、はい、はい、ダンディアッキーって呼ばれてますよ。はい、おかげさまでファンがついてるんですね。おかげさまでありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんのこういった感じでコメントも気軽に入れていただけたらなと思います。はい、今日今日初めてタイトルを知ったんですけど、あ、そうなんですか、はいはい、なんてこった、今まで仮でしたから、あ、そうですね、はい、確かによく分からなかったです。あ、よく分からなかったですね、はい、この番組はですね、あの林田明夫先生と一緒に陽明学を通じいろんなことを学んでいこうっていう、陽明学をもうあの白井はですね、夜苦手なんですこれはすごく有名な話なんですけど、そうなんです、私あのもう夜8時を過ぎると使えない女っていう滑舌が大変悪くなってまいりますので、たまにあの映らなくなると似てるんじゃないかっていう。さっきはすごく上手に、あ、本当ですか、そう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 、つい先ほどですか、できました、あ、本当ですか、ありがとうございます優しいですね、ダンディーですね、はい、ひょっこりょうたんじまです、ひょっこりょうたんじま、あ、ダンディーさん、え、知ってんの、知ってます、好きなんです私、普通知らないでしょ、え、知ってますよ、年齢的に、私あの NHK 教育がすごく好きで、ってことはチロリン村とクルミの木も、なんかちょっと聞いたことあります、あれも好きです、それは難しいか、あの人形劇の、プリンプリン物語、あ、全然知らない、あ、知らないですか、なんかたまに再放送やっている昔の、はい、ものを見たりとかしてます、多分話がみんな、え、役者さん凍ってるっぽいよ、え、じゃあちょっと盛り上げていく前に、はいはい、なんか告知をね、ちゃんとしてくださいって書いてあるんで、ちょっとざっくりしますね、はい、はい、まあインド X がですね、八重洲にあったんですけども、こちらじゃん、秋葉原に引っ越しました、うん、すごい拍手することなのか分かりませんが、まあそれに伴いましてですね、インド X ブランドは学校でのいじめ問題や LGBT 活動、これはあれですね、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスセックス、トランスジェンダー、はい、の、まあ、皆さんの、まあ、そういったサポートですね、をしていくブランドとして、ニコ生や SNS などの媒体を通じ社会に貢献できるような団体を目指していくっていう、まあ、そちらの方向性と、今までのような、まあ、楽しかったってなんか過去形変ですね、エンターテインメント系ですね、エンターテインメントや格闘技、あと教育、まあ、優しい柔らかい教育について、まあ、あの話をしていこうっていう、そちらがですね、秋葉原にちなんで秋葉っぱら末広本舗、もう漢字も読めなくなってきました、大変、広末とか言っちゃうとこでしたね、末広本舗、はい、を設立し、今後も面白おかしく皆さんと一緒に遊べたらいいなと
代表のインドア太郎さん考えているようなので、こちらの方もぜひ応援をよろしくお願いします。それで、まあ、そんな感じなので、ホームページがちょっと今内容整備を行っているそうです。それまで、しっかりね、ホームページが出来上がるまでのひどい、滑舌がひどい、ホームページが出来上がるまでの間、いろんなサイトでですね、各種詳細が掲載されていきます。インド X ファンページ、まあ、キムファンページ、インド XP ブログ、各パーソナリティのブログ、まあ、そんなものをね、皆さんチェックしていただけたらなと思います。よし、はい、ちょっと増えてる、甲骨薄のおかえり、はい、私白井をこう薄って書いても分かんないよねって言ったら、薄丼っていうのが広まりまして、たまに薄井さんっていうのが、甲骨薄井さんお久しぶりです、ありがとうございます。広瀬ゆうとるがなとかね、はい、みんなこう突っ込んでくれて優しいですね、はい、ありがとうございます。はい、まあ、そんな感じで、始まってますが、はい、まあ、意外と知ってる、私すごく久しぶりなんですニコ生が。あ、そう、はい、なので、まあ、こういった感じで以前見ていてくださった方がちょこちょこと来てくれてて嬉しいんですが、初めての方もいらっしゃいますし、まあ、先生とも私本日つい、はい、つい数十分前に初めてお会いしたということで、はいはい、改めて自己紹介です。白井美穂です。役者業をちょっと最近やってないんですけども、役者であったりとか、あと撮影会のモデルとして活動をしています。そうですね、ブログがあるので、ちょっとそのブログをちゃかっと、よいしょ、はい、白井美穂ブログ、ミポローグというのを最近ちょっとサボり気味というか、ちょっとバタバタしていて、なかなかブログ書けないんですけど、まあ、日々のことであったりとか、いろんな告知事項が書いてあります。でちょっと実家に行ってきたんですね、はい、この間の3連休で静岡に、そうです、静岡に帰ってきました、はい、そこで姪っ子と戯れてきまして、可愛いですね、やっぱちっちゃい子っていうのは素直で。何歳ぐらい？今2歳、もうすぐ3歳なんです。で、ねえね、寝ちゃう、うちの実家に初めて泊まりに来たんですよ。で、寝ちゃうと私と遊べないからって言って、寝たくないって泣くんです。可愛いですよね、すごい、はい、もう本当に愛おしく、ちょっと寂しくなり、私も寂しくなりながら別れてきたんですけどね、はい、そんな日々を綴っております。先生もぜひチェックして、はい、見させてもらってます。 ありがとうございます。ドキドキ、ちょっとあまりね、アホなことは書けないなと思うんですけど、いえいえ、はい、書いてます、はい、はい、でもそんな感じの白井美穂が先生と一緒にお送りしますので、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、どうしようかな、はい、今度私、はい、かな、そうですね、先生の自己紹介タイムはね、5分もありますので、まあ、5分なくてもいいんですけど、5分どうぞ、途中でいろいろありますけど、はい、お願いします。陽明学研究科で、作家として、仕事をしております。で、そうですね、今日のテーマにも関係しますけど、私自身がこれ前聞いてる人もたくさんいらっしゃるだと思うんですけどね、はい、私の今までのニコ生の番組も、はい、私自身がもう40年以上前でしょ、中学校3年間もう過激ないじめに遭ってたんですね。で、それもほとんど言葉の暴力と、あと肉体的暴力が伴うわけですけども、もう顔が腫れて帰るとかね、もうそういうのしょっちゅうですね。だからその間に、まあ、自殺と他殺と両方いつもこう頭の中駆け巡るわけですよね。あいつら殺してやろうとかね、あるいはもう死んでしまいたいとか、うん、で私の場合もその両親は全く気づいておりませんでした、残念ながら。で SOS 発信してましたけど、結局その発信しても先生も何にも頼りにならないと、それで両親も全く頼りにならないということで、ただひたすら耐えて、これ3年間我慢したら解放されると、もうそれだけでしたね。でもちろん僕だけじゃなくて他にもやられてるのがいるわけですけども、そこは漁師町だったんですよね。だからもう荒っぽいのなんのという、だからほとんどもう不良、普通の不良じゃないです、やっぱりちゃんとドスを持ってたりとかね、そういう不良ですから。あと女の子がもう同級生の女の子で、例えばもう妊娠させられて転校するとかね、もうそういう中学校でしたから、友達の家に遊びに行くとお父さんの背中に入れ墨が入ってるとかね、あ、うん、
まあ、漁師さんだけど入れ墨がいっぱい入ってるとか、うん、もうそういう気性の荒いところなんですよね。でそれは経験しましたけども、高校3年間はあのただ、もう天国でした、おかげさんで、うん、ただあのやっぱりものすごいあの精神的にあの影響が残ってて、人前に出るのがもうダメでしたね。あの高校時代はまだ友達だったからいいんだけど、はい、社会人になってから今度は人前に出るのがダメなんです。恐怖感があるんですよ。多分知らない人に対するちょっと恐怖感とか、うん、でそれをなんとか直すために、はい、司会の仕事、まあ、要するに司会の勉強をして、はい、あと演劇の勉強をしたり、はい、それから、武道を習ったり、うん、いうことをいっぱいして、はい、やっとその人前に出ても大丈夫なようにはなりました。だからアルバイトでもあのできるだけ人前に出るアルバイトで接客業を選んで、はい、最初はだから例えばこういう飲み物をこういらっしゃいませってこう出す時にも手がこう、はい、最初はもうこうやって震えるんですよ。そこから始まってもう本当にこんなやって震えてる状態から最初始まって、うん、だから自分を改造しないと多分そのもっと苦労するぞと思って、なんとか変わりました。それで最近になったら今度また子供ができたら今度は娘が、小学校 4,5 年生ぐらいから中学校3年生の終わりまでやっぱり5年ぐらいやっぱりいじめで苦しみました。もうその間だからもう何度も学校に足を運ぶんですよ。で校長先生がものすごくいい先生だった時にはすごくその1年間はおとなしかったりするんですよ。だから先生たちの対応は大きいですね。大きいけどその先生たちになんとか、対応してもらうためには結局その親が先生たちの背中を押さないと動いてくれます。結局やっぱり先生たちも仕事たくさん抱えてて、あのいろんな仕事あの増やしたくないっていうのはもう本音だと思いますね。だからいい先生に当たるとまた先生がカバーしてくれたりするけど、そうじゃない先生に当たると大変です。また親が動かないといけないということで、はい、うん、先生はあの、まあ、いじめられてた体験があったということなんですけど、先生親には自分このサインは出してたけど直接やっぱり言えなかったんですか？いや最初のうちは言ってても結局親にそういう体験がないんでしょ。だからどれくらい苦しいことなのか大変なことなのかが多分わからない。だから子供同士の喧嘩ぐらいにしか思ってないでしょ。それとあとチクったってことで今度倍返しされちゃうわけです。そうすると今度はもう親にも言えなくなるし先生にも言えなくなるという。お子さんの時はどういった感じで気づかれたんですか？あ、もうそれも態度変わりますから。うん、やっぱあの表情暗くなってくるし、うん、なんかあったのか。でそうもうすぐ声の色ですぐ声色ですぐ分かりますから、ただいまとかねその声の感じで分かるし、でなんかあったなってすぐ気がつくし、あの例えば電話で、はい、あの話をすると会ったこともないんだけどもその人のこう性格みたいなものがよく分かったりするんですよ。だから目で見てるとなんかやっぱりよりもその声の感じでその人の性格とかなんかいうのがよくこう伝わってくるので、多分 あんまり視覚はこう要するに目で見た感じはあんまりその判断の材料には多分ならないだろうと。だって見るとほら好き嫌いが出てくるじゃない。あ、僕のタイプだなとかさタイプじゃないなとかね、そこでそういう判断が入っていっちゃうから、はい。でも電話だと声だけで判断するから、多分それと同じで、あの子供のそのただいまとかなんかそういう声の感じってやっぱり大きいですよ、印象が。まあですから非常にあの、まあ、いじめ問題にはものすごく関心が高くて、まあ、自分も苦労したし、子供でも苦労したし。つい最近もあのうちの息子の通ってる中学校でやっぱり逮捕
まあ、逮捕劇があったんですよね。逮捕、そうそうそう、いじめ いじめでそう逮捕されちゃった。そんなことあるんですね。うん、いや僕もびっくりして、はい、まさか足元で。ただそのやっぱり娘が通ってる頃からもずっといじめが続いてたから、うん、あ行くとこまで行ったなっていうのは思いました。そうなんですね。大変です。私のブログには書いてますけど、学校名も全部出して、出すなってあのやっぱりあの読者から来ましたね。あの要するにそれ多分父兄の方ね。でも僕は今までブログにいじめ問題書いてきて、あの他の学校も全部学校名出してきちゃったんですよ。だから自分のところだけ出さないときにいかないじゃないですか。だからごめんなさいと、自分のところだけ出さないときにいかないので、出しますって言ったら、出してもいいんじゃないっていうやっぱりコメント来るんですよ。この機会にみんな真剣に考えるべきだと、うん、それをなかったことにしない方がいいと、うん、まあ、それも僕もそう思います、ね、なんかだんだん、暗い話になってきて、いやじゃあ申し訳ないいやでも皆さんちゃんとコメントはね結構たくさん、先生 の子供の変化に気づいたの超能力だという、うん、お腹の具合悪いんだけど、え、あ、腸の能力が低下して、はい、ただいま言える家庭環境にない子も多いね。確かに今はね、うん、共働きの方が多いので、そうだね、そういうね声を、子供の声を聞くっていうのが絶対減ってますもんね。一緒にご飯食べれないだけですごく減ってしまいます。塾に行って、そのお母さんお父さんお家にいるのに子供は ずっと塾に行ってるとかっていう感じ。そう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 、一緒にご飯を食べない子供今、そうですね、本当に増えてます。あの子供から聞いててもやっぱり家に帰ったらもうなんかほらこう作り置きが置いてある、チンして食べてねみたいな、かお金が置いてある、ああっていう、あと1日2食の子供もいますね。よく聞いたけど、うちの子供から、ああ、うん、1日2食ですって。で給食と、とだから、うん、例えば朝ごはんとか何晩ごはんに、うんうん、おかしいな、目になってしまってますね。1日2食でも生きていけるんだけど、生きていけるのとまたちょっと違うあれですよね。いやでも本当に今確かにあの、うん、あの、あんまりあったかい家族じゃない人が増えてる。うちもそうだったっていう、あ、そう、やっぱ実体験のある方もいらっしゃるんですね。あの生活の質をちょっと落としてもいいから、子供と一緒にいる時間をやっぱりね作らないとダメだと思うね。あのそれは夫婦で共稼ぎした方がそれはね、あの確かに物質的にいいあの生活はできるかもしれないけれども、でも子供に寂しい思いさせてまでもやっぱりそのなんだろう、うん、お金を増やす必要はないだろうと僕は思う。だから私の場合はもう子供ができてからはとにかく極力あの、うん、あのうちの家内には、うん、あの外に働きに出ないようにしてもらって、うん、ずっとやっぱりやってきましたから、もちろんその分だけ生活はね、あの、あの、あれですけど、あの、うん、低下しますけど、でもそうじゃないとやっぱり子供がかわいそうですよ。その家庭の環境はどうしてもお家によって違うので、うん、こうしなさいっていうのは難しいと思うんですけど、でもやっぱりそのなんだろう、うまくフォローする部分っていうのは絶対ちゃんと作っていかなきゃいけないなっていうのは思いますね、うん、はい、子供が3歳になるまでは共働きしちゃダメだっていうね強い意見も、まあそれはそうだろう ねただしあのおじいちゃんおばあちゃんがいるとねまた違 う、うん、そうですね、だよね、やっぱり周りの環境がすごく大事ですよね、うんうん、それもやっぱり今そのおじいちゃんおばあちゃんがいないだとか、こうご近所様、各家族でね、そうですね、でご近所はもう他人みたいな、お隣誰みたいな、そういうのも増えちゃってる。あ、やっぱりそうなんですね。私もこう引っ越しのご挨拶にお菓子持ってこうと思ったら、あんたはバカかって言われて、その隣に女の子一人で住んでますって言いに行くようなもんだよって言われて、僕は友達にもうそんなの東京ではしないよって言われて、ちょっとびっくりしたんですね。いやだから兄と住んでますとかなんか家がいいだけなのかな。そうか、あと私の知り合いがだから玄関に男物の靴を置いてるとかね。あ、そうそうそう、そうすると宅配便さんとかほら中覗かれちゃうから、こうやって郵便屋さんとか、なるほど、そうだから男物の靴を必ず置いとくとかね。あ、それ初めて聞きました。パンツはよく聞くんですよ、男物のパンツを干しとけばいいって。それ買いに行くのすごいなんか勇気いりますよね。ありますけど。あ、そうですか。
はい、まあ、見てる方、あの私の元彼って言っている方がいっぱいいるので、そういう方がね、俺のパンツだってきっと言ってくれると思うんですけど。はい、あ、先生のブログとかいろいろ見ていきますか。まあ、せっかくなのでいいですけど、あ、時間があれば、はい、あ、時間はありますよ、きっと。時間は作るもんですからね。はい、はいはい、まあ、こういうちょっと、はい、ブログを、まあ、割とそのいじめを中心にっていう感じですかね、私は。本当は、はい、あの読めないことは何ぞやって話を中心にしたかったんですけど、あの増えちゃってるんですよね、いじめの事件が。ここのとこずっと、もう途切れないでしょ。そうですね、そうするともう途切れないんですよ、もうしょうがなく、しょうがなく。だから多い時はもう何万って来ましたから、あの何万の人が、はい、あのバッと記事を読みに、はい、今はもう何千ですけど、だから途切れないですよね、今ね。だから困ったなと思いながら。そうですね、まあ、いつかはなんか変な言い方ですけど、そんなブログ書かなくて済むようになったらいいなと思うんですけどね。もうあれですか、はい、本題に入っちゃってるのかしら。いや、ふわふわしてます。じゃ あその先生の自己紹介は大丈夫ですか。もういいですね、はい、十分ですね。はい、はい、じゃあ陽明学って何っていうね、方がいろいろと出てますかね。はい、陽明、はい、結構ね、前の方に陽明学何って言ってありました。はい、いろいろあったので、はい、私も全然なんじゃいなっていう感じなので、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。陽明学についてお願いしますって振ってしまった。はい、あの、うん、よく一言でって言われる質問があって、はい、一言でってのはすごい大変で、はい、だから難しいことを簡単に喋るってものすごい大変だもんね。だから大学の先生みたいに難しいことを難しく喋るのはすごく楽なんだけど。それだったら私寝ますんで、だんだんグッつってだんだんこう画面からこう消えていってしまうので。困ったら寝られるとこもあるんだけど、江戸時代は、はい、あのよく皆さん儒教っていう言葉を知ってるけど、はい、日本の場合はね、儒教じゃなくて儒学だったんです。はい、で儒学っていうと当然、はい、あの親孝行とかね、うん、そうですね、うん、仁とか義とか、はい、あと、うん、理とか、はい、なんかそういう漢字一文字が出てくるんだけど、はい、あの江戸時代は大体仏教と神道と、はい、まあ、儒学3つが、はい、あの今でいうところの自己啓発のツールだったんですよ。だから例えば私という人間の能力をもうちょっと高めようと思った時に、その自己啓発本はそれしかなかった。だから精神世界ものってないわけですから。時々あったかな、あの例えば天理教の教祖みたいにね、ちょっとこう神がかった人が出てきて、そういうのはもう時々しかいないわけですよね。でほとんど一般的にはだから儒学の本を読むか、はい、仏教の本を読むか、はい、神道は本がないから多分その、うん、あの神主さんのいろんな話を聞くとかいうことになる、はい、でその3つはどこでも誰もが、はい、あの当たり前にこう学んでたんです、はい、でそれがなくなって明治維新以降なくなっちゃって、はい、あの特に戦後はもっとなくなっちゃって、はい、あの勉強しなくなっちゃったんですけども、はい、でも今世界中の人たちが日本すごいすごいっていう時にどこがすごいのかって言ったら、はい、江戸文化なんですよ。江戸文化のことを指して、日本文化はすごい、要するにお寿司もそうでしょ、で醤油とか味噌もそうでしょ、あとお豆腐もそうでしょ、あと浮世絵もそうでしょ、あと、まあ、和服も着物もそうだし、だからあとその時代劇も、はい、なんだろうね、あのラストサムライとかああいうのもそうだけど、はい、外国人がみんな日本を見て言う時には、まあ、富士山もそうだし、はい、芸者さんもそうだし、はい、まあ日本酒もそうだし、ほとんどやっぱり江戸文化なんですよ、はい、お蕎麦もそうだ、はい、でそのじゃあその江戸文化っていうのを作り上げたのはやっぱり江戸人なんです。でそれ以降だから世界に誇れる、まあ、日本文化があるかっつったら、うん、まあないとは言えないんだけど、うん、あのでもほとんどが例えば自動車産業だったりとかね、うん、あと昔で言うとウォークマンだったりとか、うん、なんかそういうのがでも日本文化と果たして言えるのかどうか、うん、でそういう日本文化のだから
をこう育んだものがもうさっきの話に戻るけど仏教、まあ、儒学、神道なんです。そのミックスしたものがあの根っこにあって、はい、そこから出てきたものが江戸文化。だから別じゃないんですよね。そういうあの、まあ、俳句の世界もそうだし、はい、あのでだから そういう中であの読み学の場合は、はい、やっぱり宗教とは違うんです。もちろんあの儒教の中の一つなんですけど、はい、宗教とは違ってて、はい、日本でいうと戦国時代に、はい、中国の明の時代に、はい、応用名という人が出てきて、はい、この人があの朱子学に代わる新しい、はい、儒教を、はい、まあ、提案したんですね、はい、それが陽明学なんです。でもう本当に一言で言うと、はい、心を正しくしましょうっていう教えなんです。心を正しくしましょう、はい、で普通の人はみんな聖書を読んだり、はい、まあ、お釈迦様 あの教えの書かれた本を読んだりすると、はい、いい人間になれると思ってるんです、はい、例えば正しい知識を得ると正しい人間になれるとどっかで思っちゃってるのね、はい、でもだったらあの聖書をしょっちゅう読んでる人はすごい人格者かって言ったらそれはありえないんです。どんなにあの聖書を何度も読んでる人であっても、うん、人格とはまた別なんです。で、うん、聖書の中の知識が豊かになるだけで、うん、あの量が知識、はい、聖書の知識は増えるだけであって、はい、あのじゃあそれで心が正されてるかってのはないんですよ、うん、これは大学の先生もそう、あの、はい、普通 あの学校の先生もそう、はい、知識はたくさんあるけれどもじゃあ人間として、はい、要するに人間として立派かっていうのは別でしょ、うんうん、そうですね。だから心を正すってことと、うん、その正しい知識をストックするってことは別なんですよ。でその心を正すことによってしかあの例えば儒教で、まあ、儒学で目指す聖人、はい、賢者にはなれないんだということなんです。でその心の正し方を心を正しくするその方法を教えてくれるんです、はい、なるほど。でもちろん生まれつき心が正しい人もいるし、はい、ね、要するに例えば本当に生まれつき、うん、頭がいい人もいるように、はい、心も正しい人もいるんだけども、はい、そういうのはそんなにいない、うん、ただどうしてもあのなんかそういう自己啓発を自分に貸して、はい、まあ、もうちょっとマシな人間になるしか手がない、はい、その現実はね、はい、でそこで僕は陽明学に興味を持って、はい、まあ、今陽明学で自己啓発をしているというところです、はい、結構この龍馬も陽明学やってたと聞きましたがって書いてあって、結構その幕末の人に影響を与えたっていう、前も話しましたけど、はい、坂本龍馬が、はい、あの生まれて、まあ、青年少年時代4年、まあ、少年期青年期過ごすんですけど、はい、その頃の、はい、あの土佐藩っていうのは陽明学が、はい、あの半額なんです。あ、そうなんですね、うん、もう陽明学全盛時代なんです。その陽明学全盛時代に坂本龍馬は大きくなっていったんです。だから龍馬の周りはほとんど陽明学やってる人がいて、そうなんです、うん、ただあの人が陽明学について喋らなくても、うん、もう普通にこう入ってきちゃうんです。陽明学をだから勉強してない土佐藩士は当時いないです、うん、ぐらいですから。そうなんですね、はい、というのが陽明学についてなんですが、どうなんですかね。まあ、あと三島由紀夫って出てきましたね。三島由紀夫もそうですか。はい、三島由紀夫はちょうど今私があの、はい、あの私の、はい、新設陽明学入門っていう20年前に出した、はい、あのデビュー作があるんですけど、はい、ここに並んでますけど、はい、それの英語版が、はい、来年出るんです、ね、あら、おめでとうございます。いえいえ、それでそれを今、はい、あの翻訳してもらってる、はい、ところなんですね。で、あの宣伝になっちゃうけど、はい、グルービス経営大学院ってところがあって、はい、そこはあの MBA っていうものを もらうために、はい、そこの学校に通う、はい、そういうあの、まあ、ビジネススクールなんですね、はい、でそこがあの私 の、まあ、新設陽明学入門をずっと教科書に使ってきてまして、はい、で外国人学生が増えたので、はい、どうしても必要だということで英訳してくれることになったんです。
で、せっかくの機会だから、これもう20年前に書いた本ですから、はい、その後の私の研究成果もあるので、はい、一部過失修正していいですよっていうふうに言われているので、はい、今回は陽明学と三島由紀夫のことをちょっと入れようかと思って今ちょうどやってる、書いてる最中なんですね。で、まあ、結論から言うと、はい、三島由紀夫さんもうちょっと長生きしてれば、うん、ちゃんとした陽明学の理解に到達したんだけども、うん、残念ながら、最後の方の 4,5 年だけなんですよね、陽明学にちょっと触れたのは、うん、だから本当の陽明学に出会う前にもう亡くなっちゃった、うん、そこがすごく残念。そうなんですね。なるほど、でも詳しいですね。なんか皆さんすごい詳しいですね。あ、嫁が自決しちゃう人多いですよねって。いや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 、それみんなあのすぐ錯覚を持つんですけれども、嫁がで自決してない人の方がそれ圧倒的に多いです。圧倒的に多いです。そうですよね、うん、そんなあの日本の嫁がの開祖っていうのは中江東寿って言われてるんですね、はい、あの滋賀県の予定の、はい、で中江東寿が嫁がの開祖で、中江東寿は自決してませんから、うん、病死です。大陽明も自決してませんから病死です、はい、病死を始めたことはい、はい、はい、ごめん、いえいえいえ、ちょっと崩し崩しすぎたか、崩しすぎたか、はい、はい、ちょっとお茶を飲みます。まあ東洋哲学です、本当に東洋哲学です、はい、中江東寿ね、東寿、はい、あの、はい、あの藤っていう植物あるでしょ、はい、あのこう垂れ下がる花が、はいはい、あの藤の木の大木があったので、はい、あの東寿先生って言われたんです。それがいつの間にか通称になっちゃった。書き直してますね。そう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 です、そうです。なるほど、はい、そうです。ここでちょっとダジャレ言いたいけど出ないかな。ないですか。はい、出ません。はい、じゃあ次いきますかね。はい、そんな感じでね、陽明学とはっていうのはね、一生懸命お話ししてくださったので、うん、まあ、なんかふわっと、そう、ふわっと、とりあえずふわっとから。さっきあの本をお借りしたので、ちょっとちゃんと本を読んでいきたいと思います。はい、あとどうぞお茶飲んでください。いっぱいね、喋っていただいて。さて、それではですね、もうあと30分ほどになってしまいましたので、はい、まあ、本題になってます。学校でのいじめっていうね、ものについてお話をしていきたいと思います。はい、まあ、先生がさっきあの、おっしゃったように、ブログですごく取り上げて、はい、くださってるんですけども、はい、本当に非常にいじめが多いと、今年は特にこれでもかっていうくらいに多いです。で、ものすごく気になるのは、はい、これはあの、まあ、あのニュース記事なんですけども、はい、これ学校側が発表したね、はい、学校側が発表したあのもので、要はあの小中高校生の中の自殺者は200人と、うんうん、そのうちの、まあ、いじめを認定されたのは4人しかいないという、そういう記事が最近出ましたけど、ところがですね、はい、こっちね、はい、これはあのまあ毎日新聞に行った記事ですけども、はい、あの警察の統計だと、はい、353人なんですよ。おー、だいぶ数字が文科省の発表をしたかなり違いますね、うん、小中高校生の自殺者、はいはい、おかしいでしょこれ。おかしいですね。それで結果どうするかといったら、結果統計が一致しないから今後その調査はもう発表しないっていうふうになってきてるんです。おー、うん、でもこれおかしいっていうのは、はい、文科省の発表は 200人、うん、警察の発表では353人ってことは、はいはい、隠蔽でしょこれ。そうですよね、簡単に言うと、はい、警察の発表の方が多分真実なんです。うん、だからかなり少なめに、はい、うん、そうですね、発表したというよりもむしろ多分ね、あの届け出が多分文科省に上がってこなかったってことなんです。途中の現場からっていうことですよね。現場から、だからやっぱり相当な隠蔽体質はあるだろうと思います。でちょうど、さっき話ちょっとこの番組始まる前に言ってたように、今私があの
鹿児島の、はい、あの出水市の、はい、あの中村まやかちゃんっていうんですけどね、はい、もう亡くなっちゃったんだけど、はい、その子の事件をあのちょっとかけさせてもらってるんですよ、はい、でこちらの記事ですね、うん、どうしてかっつったら、はい、あのここに写真が出てますけれども、はい、あの新幹線に飛び込んで自殺しちゃったんですよ、はい、であの始業式そう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 、始業式の日に、うん、中学2年生で、はい、もう早朝です、はい、ただ新聞配達さんが、まあ、仕事してる頃に、はい、で、まあ、いくつか謎があって数時間前まで、はい、珍しく1時間近い中電話もしてたっていう話が、はい、遺族から聞こえてくるんですけど、はい、相手が誰だったのかがまだ未だにもってわからない、はい、うん、だって死ぬ直前にも、はい、うん、電話で長電話してるんですよ、はい、で、私が気になったのは、はい、そのこれ4メートルぐらいのその金網のフェンスをよじ登ってってね、はい、靴を脱いでよじ登ってって、はい、それからあの実は10メートルぐらい下の線路に飛び降りてるんですよね、うん、で途中で電線に当たって体が1回当たって、はい、あの転落してるんだけど、はい、まあ、当然もう起き上がれないぐらいダメージ受けてると思うんだけど、うん、そのフェンスを素足でよじ登りながら僕はもう大泣きしてたかもしれないと思うのね、うん、もうその辛さをこう考えると、はい、これいじめ自殺っていうけど、はい、これ殺しだろうと思うのね、うん、いじめ殺しだろうと思うのね、はい、でそれも、ね、言葉の暴力とあとその器物破損なんかも実は関係してくるんだけど、はい、じゃあ言葉でもって徐々に徐々に殺していく分、まあ、殺すっていうかね、相手を自殺に追い込む分には殺人にならないのかってことなのね、はい、これはねやっぱり殺人に僕は該当するんだろうと思うのね、で、はい、この子あの吹奏楽部で亡くなってるんだけど、はい、こういう本があって、はい、この子もやっぱりあの小森、かすみちゃんって言ったかな、なんて言ったかな、ちょっと名前今、はい、まあ小森さんっていう人の娘さんなんだけど、はいはい、この子もやっぱ吹奏楽部内でのいじめで死んでる子なのね、はい、でこの子は高校生、高校生、うん、ただしもう吹奏楽では有名な高校に入って、はい、でそこを入るのを楽しみだった子で、はい、でもう本当に最初は危機としてあの学校に通ってて、で4ヶ月後にあの自殺するんですよ、でやっぱり吹奏楽部内のいじめなんですよ、でこの子の時もやっぱりそのあのアンケート等は開示拒否されてるんですよ、はい、でこの泉の事件でも、はい、ずっと教育委員会がアンケートのやっぱ開示拒否なんですよ、はい、今でもあの大津でも最初そうだった、あ、そうですね、うん、で今でも泉では、はい、あのアンケート開示拒否で遺族はやっぱりあの真相を知りたいから、はい、あの一生懸命あの署名活動をして、はい、あの訴えてるんだけども、はい、あのまあ、教育委員会の方では、はい、依然としていじめはないと言い張るし、アンケートは見せないと、うんうん、もうこれはもう本当に あのおかしいとしか言いようがない、うんうん、であとこの子の書いた、はい、まあ、亡くなったまやかちゃんが書いた絵が残ってまして、はい、週刊文春でね紹介されたんです、これ、はい、ちっちゃいけどね、はい、でちょっと読んでもらう、はい、花壇の隅っこに咲いていた小さな花、寂しいけど頑張ってっていう、うん、あのそういう、まあ、絵が入った詩を書いてるんですね、だからこれは多分自分のことを言ってるんですね、そうですね、なんか一見この色がピンクとかですごくあったかい絵に見えてしまうんですけど、すごい中に描かれてるのがこうキュッと心がつかまれるような、本当になんかこうここですごく訴えてるんだなっていうのが伝わってきますよね、でさっき話戻っちゃうけど、はい、こっちの子はね、この子は、はい、まあ、かすみちゃんっていうんだけど、小森かすみちゃん、はい、この子はあの窓の外にはっていうあの、はい、詩を書いてて、はい、そのこの子の詩に曲がついて、はい、今あの結構あちこちの、吹奏楽部で、うん、あの、うん、演奏したりしてるんです、そうなんです、ね、だから一応 YouTube で窓の外にはっていうのを、はい、あの出してもらうと聞けます、はい、うん、この子の書いた歌詞に曲がついたんです、はい、すごくいいです、はい、なかなか、うん、で、あのこの
ちょっと言葉がどこに行ったか忘れたけど、はい、この優しい心が一番大切だよっていうのは、はい、これはこの子が死ぬ直前に残した言葉なんですよ。だから自分をいじめてる子供たちは優しい心がないけど、はい、優しい心がないっていうことがかわいそうなことだって、うん、あの子たちの方がもっとかわいそうだっていう言葉を残して死んでるんです。だからすごくそのこういう優しい子の方がむしろターゲットにされて、優しくない子の方が生き残っていくとい う、なんとも悲しい現実ですね。そうですね。そうすると僕も生き残ってるから優しくなかったのかということはないのか、まあ悲しい現実はあります。やっぱりこういじめられてる方、いじめられてるなんていう現場が多いって言うと変ですけど、まあ、実際いじめをね体験してる方が、まあ、今来ていたりとか、うん、まあ、いじめを見たことがあるっていう方がいたりとかするんですけど、その辺アンケートが取れるというシステムがあるらしいので、ちょっとアンケートを取ってみます。私の場合はどうだったんですか。私の場合ですか。いじめっ子。いじめっ子そうでもない。でもいじめられっ子でもないですけど、でもやっぱりその言葉なんかどっからがその暴力を振るわれたとかならあれですけど、やっぱり言葉の暴力っていうのはすごく壁が境目が曖昧なもので、こういやしょっちゅうね、そのやっぱり言われてる方はねやっぱたまらないね、それからかいであっても、いやでもしょっちゅうじゃなくてもやっぱりズサってくる言葉ありますよね。だから言葉ってさ、例えばこう本を読んでてもそうだけど、いい言葉ってものすごく勇気づけるでしょ。ものすごく勇気づけられて、それで本当にその言葉にこう救われる人もいるぐらいに言葉って力を持ってるんだけど、逆もね、あるわけでしょ。そうですよね。ものすごいさっき言ったようにグサッとくる言葉、その言葉によってものすごくダメージを負うこともあるから、だからさっき話したみたいに、だから、で徐々にその相手をこう虐待する言葉を投げかけていって自殺に追い込むっていうのは、これはやっぱ殺人だと思うね。これだって1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ずっと続いたら辛いもん。その言葉が続くことによって、特にそのいじめを受けてしまいがちな時期っていうと変ですけど、そのまあ小学校高学年からまあ高校生にかけてっていうのは、周りの言葉で自分とは何ぞやっていうのを確立していくとこもあったりするじゃないですか。そこでこう、こう誹謗中傷というかマイナスなことばっかり言われると、自分そうなのかなっていう風に本人も陥りがちだと思うんですよね。それでどん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 マイナスにマイナスにって言ってしまったりっていうことがね、あると思うんですけど、まあここいじめる側の子供のことも出てくるけども、でもどっかでその連鎖をね、負の連鎖をストップしないといけないから、自分がそうだったからその吐き口をどっかに求める、あるいはね、その友達に吐き口を求めるってことは、それはやっぱりね、もう、やっぱやるべきじゃない。この子の場合もそうだけど、この子は家から自宅から2、3分、近所の友達が実は加害者だった。行き帰りもしょっちゅう一緒で。でもお友達として親はきっと見てたような。最初の頃はね。うん、だからそれくらい友達がその今度はいじめる側に変わるっていうのは恐怖だよね。皆さんもいじめる側の子にも何かあると思うよとかね、確かに、いや何もなくてもいじめる子はいじめる子、そうなんですね、いろいろなんだこれですっていうのがないので、ただ大津の子はほらね、ものすごいお金持ちの、成績も超優秀でしょ、それでもいじめる側に回るでしょ、そうなんですよね、親も立派でね、はい、だから、自分はこうだから、だからいじめる側っていうのは理由にならないね、アンケートを取ってみたいわけじゃないんですよ別にまあいじめられたことはないっていうそのアンケートでいいですかね、はい、じゃあちょっとそんな感じでアンケートを取ってみようかなと思います。はい、はい、いじめを受けたことがありますか。はい、いいえですね。皆さんお願いします。結構やっぱその自分がこう
ポジティブな人って言うと変ですけど、いじめだと思わないっていうのもありますよね、こう言葉の暴力に関しては。あ、そんなこと言われてたわぐらいな感じ。まあ受け方にもね、確かに、うん、真面目な人だとやっぱりもろ受けちゃうよね、うん、確かに、うん、はい、じゃあそろそろいいですかね。はい、じゃあアンケートの集計をこうパパって出るんですかね。まあ出ればね、後で教えてもらう、うん、あはい、が 100% っていうことで、うん、すごいね。まあ今そういう状態、やっぱり余計にだから皆さんこういろいろね、あのコメントで熱く言ってくださって、うんうん、言ってるわけですけどね、見る 100% 本当にビビってます私も、うんうん、まあない人もいるしそうですね、ラッキーラッキーですね、うん、まあ、でも確かに近くではいじめありましたからね。そう、あ、うん、身近ではね、はい、身近では、はい、薄はないのって、薄丼だ、薄丼ね、薄丼、薄丼、ね、はい、なんかこ言葉のいじめがふわっとあったかなっていうぐらいで、うん、まあまあそれは、うん、まあへこみますけど、それでうわ私いじめられたみたいな感じには私はならなく、あんなこと言われちゃったなっちゃっていう感じで、まあなんとか、うん、はい、ポジティブに進んでいきました。まあ多少はあった、当たり前だからね。そうですね、そういう時期っていうのはね、でやっぱちょっと叩かれ、強くならないと、今度は社会に出てからもっと大変、うん、そうですね、社会でもあるからね、実際は。そうですね、なんか私を守ってくれる人がたくさんいるのでありがたいですはい、そうですね。で、まあ、その実際いじめをね、あの 今現在なんか学校であったりとか会社であったりとかいじめをされてるっていう方も、されて受けてるっていう方が、まあ、いたりすると思うんですけど、もしそういう方がいらっしゃったらね、あのぜひ相談に乗っていただくというか、アドバイスしていただくっていうこともできるので、まあ、あとブログにコメントもらえるとかね。そうですね、ブログの方にね、はい、うん、あのそれとあとその一番いいのは、はい、あのまあ、大概の子はみんな孤立しちゃうんだけど、はい、あの本当にあの心からこう本音で語り合える、うん、やっぱり友達を、うん、やっぱり見つけることは大事だよ ね、 そうですね。僕はあの中学校3年間大変だったけど、うん、あの同じいじめられ仲間はいたから、うん、うん、だからこうちょっとこうかばい合うみたいな形ではなんとか思ってたんですね。やっぱり、ね、その友達がいることで俺も頑張ろうって思えるのはすごい大事ですね。まああるいはそれを、はい、だからあのどっか、うん、ね、顔が見えない相手を探して、はい、そこで、ね、こう喋るって手もあるだろうし、うん、そうですね、うん、今は、まあ、良くも悪くもインターネットという存在があるので、うん、まあ、そこに、まあ、逃げられる人は逃げれるし、うん、ただし、うん、逆にインターネットを使ってるから、そうですね、そう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 、今度はそこでまた、うん、見たくもない聞きたくもないメールが目にしちゃったりすることも、さっきもなんかこう裏サイトがどうのこうのっていうコメントも、あ、今なんか問題になってますね。学校の裏サイトがあるって問題になってますね。なんかやっぱりこう直接さっき の、まあ、顔が見えないとっていう話じゃないですけど、本当に顔も見えない声も聞こえないっていう状態だから、うん、本当に好きかって書くというか、まあ、本当にまあネットのルールみたいなのがありますけど、やっぱそういうのもねちゃんと守って、ちょっとした気持ちで書いたことが思いのほか相手を傷つけてしまったりっていうのは今まで以上にあると思うんですよ、インターネットの世界って、うん、その辺もね気をつけていかないとなってすごく思います、うん、はあ、私実際書かれたことあるんですいじめじゃないんですけど、まあ、ちょっと、あ、意地悪を、意地悪というか、まあ、ちょっとなんか別の方のついでみたいな感じで、あいつもなんてあかんたらって書かれて結構へこんだんですけど、うん、まあ全然知らない人がそれは言っているもんだったので、うん、考え方なんだけど、はい、どんなになんだろう、やっぱり一生懸命生きてても、うん、絶対お前のこと気に食わないってやつがね、やっぱ10人中半分はいるんですよそうですよね、必ずいるの、そうなんです、うん、必ずいるのだから10人中やっぱ半分は絶対お前のこと気に入らないってやつが必ずいるから、うん、それはだからもう気にしてたらキリがない、そうなんですよね。でもそれがすごいこう今までよりその数が増えたように感じちゃうじゃないですか、インターネットとかを通じると、そこに対してはぁ、あ、はぁ、あ、どうしたらいいんだろうってなっちゃうから、うん、あ、そう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 、だからそのはぁ、あ、はぁ、あ、どうしたらいいんだろうっていうふうに
心が揺れないような状態にするのが嫁学の教えなんです。着地しましたね、今、嫁学に。そうの教えなんですよ。なるほど。例えば私はもう、小学校からずっと剣道やってきましたけども、小中、高校はちょっとできなかったのかな、事情があって。で、そうすると、全く知らない相手とよく試合するでしょ。そうすると、全く知らない相手だから、どのくらい強いか弱いかも全くわからないから、あるのはちょっとしたやっぱり恐怖感があるんです、常にやっぱり恐怖感と、こう自分の中の恐怖感とやっぱりこう向き合わなくちゃいけないんですよね。でその恐怖感をとにかく何とか、ねじ込んで抑え込んで、やっぱり積極的に戦わないといけないんだけど、その時にその恐怖感に負けちゃうと、もう最初もう戦う前に負けてるわけですよ。あ、怖いと思った瞬間にもう勝負ついてるんですよ。それがやっぱりそういう意味でも、ですから心構えとか心の持ち方ってものすごく大事なんですよ。特に今こうコミュニケーション能力が不足してるっていうじゃないですか。やっぱりその勝負をする前にどう勝負していいかわからない、でそれでこうお互いにこうああってなってしまって、こううまく関係が築けないっていうこともすごく私はいじめの問題に関わってきてるのかなって思うんですよね。その辺もやっぱり社会がそうしてしまったってまとめるとあれですけど、なんかそのコミュニケーションをちゃんと取れる子供を育てるっていうのは、いじめが減っていく、少し手助けになるかなって思うんですけど。これは私の立場から、考えたことなんだけども、いじめをなくそうとしても、ポスター貼ったりね、それからいろんなところでそのいじめなくしましょうって講演会やったり、あるいはそういう活動をやっても、まずなくならないでいるのは、要は僕らの中に、一人一人のその心の中に、人のことをからかって喜ぶ気持ちがあるじゃないですか。これ誰でも持ってるんですよ。わかります。私もわかりますっていうのも変ですけど、わかります。人のことをこうからかって喜ぶ。で、それがまずいじめの根っこですから。そうすると自分の中にあるそういう人をからかって喜ぶ、あるいはその優越感を感じて喜ぶ自分を、要するに何とかしていかない限り、なくならないんです。そうですね。人に言ったって、で自分の中にもあるんです。そうすると自分の中にあるそういう良くない思いをやっぱり減らしていく、工夫と努力をしていて初めて人に対してやっぱり良くないからやめろよって僕は言えるんだと思うのね。だからそこでも心を正すってことがやっぱり求められるんです。だからいじめの問題の根っこにあるのは、僕らの中にすでにそのいじめの、そう種があるってことなんです。そこと向き合わないで、やめようやめようやめようって言ったって無理なんですよ。自分もそうなんだから。ただまず自分の心の中にあるやましい思いとか、そういうものを少しでも減らしていく。いじめられたらいじめられる子ではなく、自分自身と向き合え、でファイナルアンサーって書いてありますけど、またそれとはちょっと違うんですかね。これはいじめ、さっきのその種の話は多分もっと根本というか、だから言いたいことはあれでしょ、いじめられたから今度はいじめっ子の側に回るとかいうことはやめようじゃないのかしら。いや、多分いじめられたらいじめられっ子ではなく、自分自身と向き合うことで乗り越えろっていうことなんですかね、この方は。よく私が講演したりすると、お客さんの中にいて、そうするとこう実業家だったり経営者だったりするんですよ。そうすると手が上がって先生って上がってね、で私欲が強い方が絶対成功するでしょうって言うんですよ。俺は絶対成功するんだって、そういうその欲望が強い人の方が成功するでしょうって言うんですよ。でそういう見方もあるんだけども、でも欲望が強いってことは、月30万円の生活をしても満足しないの。でちょっとレベルアップして50万円になっても満足しないの。
当然のこと、うん、じゃあ年収が1億になってもその人は欲望が強いから満足しないの、うん、要するに欲望が強すぎるってことは常に乾いてるってことなんですよ、うん、常に飢えてるってことなのね、うんうん、でそれって辛いでしょ、どう考えても、うん、人からは成功してるように見えてるかもしれないけど、その人は欲望が強いから、うん、1億円もし稼いでも、うん、目標の1億円達しても、うん、年収ね、うん、瞬間的に満足感を覚えるだけで、うん、もう次行くのよ、うん、いやもっともっと、うんうん、でそのもっともっとの人生ってものすごく僕は苦しいと思うのね、うん、だから太郎を知るっていうふうに、うん、これ老荘思想で言うんだけど、うん、その太郎を知るってことは、うん、やっぱり心も平和につながるんですよ。心が平和な人の方が欲望が少なくてね、はい、絶対幸せなんですから。欲望が強い人はもう常に乾いてるんですよ、飢えてるんですよ。ただ足ることを知らないわけです。要するに満足するってことを知らないわけです。そしてもっと上がある、もっと上があるって、やっぱ案の定経営者の方々言います。もっと上があると思ってまた次の新しい目標にまたチャレンジしてますって。それは苦しいと思う僕は。要するに死ぬまでこう走り続ける競馬王みたいなもんで、うん、だから欲望はできるだけやっぱり少ない方がいいです、はいはい、となんだ、5分前先生そこ読んじゃダメですよ、はい、みんなにも見てるのかな、5分前3分前っていうね。はい、結構ね皆さんいろいろとコメントをくださっていたわけですが、はい、最後にですね、この番組へのリクエストや今後取り上げてほしいテーマ、また先生や私へのご質問などがございましたら、まあ、コメントをねパカパカと打ち込んでください。それから先生のブログやインド XP ブログなどでもコメントを受け付けておりますので、感想ご意見ご希望などお待ちしております。はい、ということでね、なんかコメントが来ればちょうどいいんですけどね、はい、来ないですね、はい、ちょっと話題がね話題がちょっとね深刻です。難しいし重たいしあれですけど、はい、重たいです、うん、確かに、うん、なんかその上さっき の, あのちょっと嫁学と離れちゃったというかいじめの話じゃないですけど、なんかその上を目指すっていうのはあまり悪いことなイメージがなかったんですけど、あの上っていうかその向上心を持つっていうふうに、ん、向上心持つのはいいんだけど、それはだからその向上心が、うん、あの自分のためにもなり、うん、人のためにもなるっていう向上心だったらいいんだけど、うん、自分のことしか考えてない向上心ってあるでしょ。自分が幸せであれば、はいはい、人を押しのけてでもいいと、うん、それはまあ良くないぞというので、ね、まあ、分かりました。例えば、はい、私がかつてこう知り合った人たちの中にはやっぱり超大手企業の人とかもいるんだけども、うん、やっぱり家庭崩壊してるとかね、うん、なんでかって言ったらもうその大手企業のトップで走り続けるためにはもう家庭を顧みてる暇がないよね、うん、で家庭は崩壊してる、うんうん、現実はそうです。そこがまたきっと家庭を豊かに幸せにするためのこう頑張り向上心だったらまたきっと違う形になってたと思うんですよね。はい、1分前のね赤い文字が出てきましたが、はい、読んじゃいけない。え、あ、違う。はい、先生どうですか、話足りないことは。いや、もうあのなんかね、ちょっと暗い話で申し訳なかったなと思います。はい、でもまあいじめというものにね対してこういろいろいろんな人と喋るのってなかなか機会がないので、まあ、こうコメントでねたくさんいただけてよかったなと思います。これ私気になっているのが第1話みたいな、第なんだっけな、なんかこれシリーズっぽい雰囲気なんですけど、まあ、シリーズになるかどうかは。わからないのでどうなんですかね、シリーズになるんですかね、はい、はい、皆さんね、あ、これちゃんと次回の放送でお会いいたしましょうって書いてあるので、はい、きっと次回があるはずです。はい、はい、それまでにね先生の本を読んで私も勉強しておきます。はい、では皆さん今日は長い間ありがとうございました。ちゃんと寝てください。どうも。